はい、皆さんこんにちは、まさでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、今回はね、前でご紹介したこちら、リーチウーマンね、ちょっと胸を隠してください。リーチウーマンね、これパペットマスターに出てきたリーチウーマンってやつ、2体あったでしょ。そして1体前、ちょっと1回エスター役でね出た女の子っていうか、もう一人いたでしょ、紫色の。これでね、その紫色のね、女の子のやつを見てたらね、ちょっとね、ピピピってなんか、ひらめいたっていうかね、これいけんちゃう？ワンちゃんいけんちゃう？と思ってね、改造しました。改造っていうか、まあ、ちょこちょこちょこってやっただけなんですけども、とりあえずね、この、服を脱がせました。服とね、首についてた、チョーカーみたいなやつね。それをね、脱がして、すっぽんぽんにしましてね。そしてね、一応ね、寸法に合わせて、このようなね、服の型取りを取りました。まあね、一応サムネには一応書いたつもりなんですけど、何を作ったかっていうのはね、このおっさんまた何を作ったんやって感じなんですけども。型取りしてね、まあこれね、簡易的に多分これおそらくこれでいけるやろうなーと思ってね。これで大体の寸法でやって、まあ、だいぶ大きくね、大きめに取って、作りました。そしていらなくなってね、白の切れを、用意しまして、それでね、それチクチク塗ってね、表、前で塗ってね。そしてそれをひっくり返してやら、簡単な服の出来上がりって感じでね。そしてやってきたのがこちら。ドーンって感じでね。もうちょっとこれな。はい、貞子ちゃんの出来上がりました。これ貞子のね、フィギュアってね、結構ね、初めね、売った時はそんなに高くはなかったんですけどね、だんだん値上がっていってね、なかなか今ではちょっと、手に入りにくい金額にもなってるしね。あんまり売ってること自体も少なくなってきてるんですよね。できればね、こういう系のやつはね、新品で欲しいって言ったら欲しいんですけども、まあそんなにこれ、日本人形みたいにその怖くはないからね。まあそれでね、スポンポンにしたその前のこのリーチウーマンに、この白でね、いらなくなった布で作ったこの、いきなりネタバレになってましたけども、これの、を着せましてね、ぴったりやと思って、この手のポーズとかね、足の感じとかね、それでね、これ、それでね、もともとはリーチウーマン、この前こんな顔でしょ。で、これ初めね、顔をね、前になんとかし、なんとか持ってこようかなと思ったんですけどな、ちょっとなんかもう肩がついてるからね、ちょっと無理やなと思ってね、そういうならどうしようかと思って、これ首回るやんと思って、でワンチャン回したらこれも貞子やで、これできたって感じでね、はい、貞子ちゃんの出来上がりって感じでね、これでね、即席貞子のね、人形ができましたよって感じなんですけども、それっぽく見えるからね、よろしいんじゃないですか。こういうのは苦手な人はね、とんでもないなっていう感じなんですけども、ネタバラシにしたこの後ろでね、ただ悪感べーしてるこのリーチウーマンがいてるんですけども、簡単に白のね、デザインは白のこのワンピースだからね、下はもうバッサリ切りっぱなしのやつでね、ちょっと手が長かったからね、ちょっと内に折り込んでね、やりました。そして後ろでちょっと詰めてね、それで後ろはね、こんな顔だ、こういう顔になってるからね、簡単な感じでね、ちょっとね、スケスケになってるような感じもしません、しんでもないですけどもね、それで詰め方もね、ちゃんと、ネキアンみたいで赤く、本当の貞子はまだ爪がもっと黒く、爪が剥がれたようになってるんですけど、これもそれっぽく見えるかなと思ってね、このままにしときました。貞子ちゃんはね、武器は持ってませんからね、これで出来上がりって感じなんですけども、これね、リーチウーマンね、2体あったからね、1体はそのままで置いといて、もう1体はこの貞子に、改造しましたって感じでね、こういうただね、遊ばしとくだけでもね、もったいなかったのでね、貞子のやつもね、欲しかったのでね、今回はこれを作りました。っていうのもね、これそういうのも作ったのは、これはあっという間っていうか、簡単に作ったんですけども、そしてもう一個、今回はご紹介したいのはね、またね、おもちゃ箱を整理したらね、こんなん出てきました。ドーンって感じで。これね、仮面ライダーのね、ソフビなんですけども、これね、
今出てるやつのソフビとだいぶ違う感じなんですよね。うん、この奥の方にほらライダーマンがいてるでしょ。ちょっと見えづらいかな。ちょっと電気つけましょうか。電気をつけろーって、はい、ライダーマンね、ライダーマン、あのサイズのライダーマンにちょっとまた違うんですよ。だいぶちっちゃいんですよね、これ。これ、貞子ちゃんに比べて、貞子ちゃんの比べても分からへんな。まあ、どっちにしても、これ、あんまりね、大きくないサイズのね、ソフビなんですけども、残念なことにね、角が折れてるんですよ。これね、角が折れてなかったら、ね、もっと良かったんですけど。でもちろん、首が動かなくてね、まあ、手はこういうふうに、まあ、360度曲がって、腰も曲がって、これな、1号ライダーなのかな、これは。木村1号かな。それ、後ろ見たらね、これ。石森プロ、朝日放送、東映って書いてあるんですよ。これ一応多分当時もんだと思うんですけども、こういうのが出てきたからね。あとご紹介しようかなと思ってね。貞子ちゃんだけやったらね、ちょっとね、バーが持たへんかなと思って。これちょうどこれが出てきたからね、おもちゃ箱で探し、おもちゃ箱というかクローゼで探したらね、これ足も動かないしね、これちょっとね、これはちょっと内股気味になってるのかな。もうちょっと足は開かへんな。ちょっといろんなハゲたりね、してますけども、これ当時遊んでたんでしょうかね、結構。だいぶ汚れてますけども、角がなくなっててね、そういう後ろを、だいたい後ろのところを見たら、ね、だいたい皆さんね、ご紹介してるから、まあね、詳しいどんな感じの当何年のやつかってわかるみたいなんですけど、僕はちょっとちんぷんかんぷんだからちょっとわからないんですけども、これ聞いてんのかな？ゴーライダー。1号ライダー、1ってなんとなく書いてません？こっち、ちょっと斜めに。1号ライダーって書いて、これ、ポピーって書いてますね。おそらく、ポピーですね、これ。ポピーの1号ライダーって後ろに刻印みたいなされてますけども、これが出てきました。これまでね、いつのやつなんか、まあ、ちょっと見当がつかないんですけども、ちょっとね、角がね、折れてるのがね、ちょっと残念ですね。自立はすんのかって言うたら、ちょっとね、なんとかしますね、自立も。こういうのが出てきました。当時はね、こういう仮面ライダーとかね、ウルトラマンのソフビとかね、結構持ってたんですけどもね、残ってたのはね、あんまりもうないですね。だから、ああいうライダーマンとかね、あと、今になって買い直したりとかね、ライダーマンは前から持ってたやつだったかな。何しかまあ、新しく買い替えたりね、そういうのが多いんですけども。今回はこれが出てきました。これね、角さえ折れてへんかったらね、さっき書いてあったな、1号ライダーですね。またこれ何年のやつとかね、書いてあったらいいんですけどね、何年ってね。多分書いてないでしょ、多分。この毎日放送で書いてるのちょっと珍しいような気もせんでもないんですけども。まあそういうとこちょっとあんまり詳しくないからね、よくわからないですけども。今回はね、この、貞子ちゃんを作ったよーっていうのとね、この仮面ライダー1号が出てきたよーっていうのはね、夢のようなこのタッグバッチね、最強タッグができたって感じの動画でしたって感じで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。まあ簡単にできますからね、これ、まあ、作る人は嫌へんと思うけどね、まあね、まあ、一応なんかの参考になったらって感じで、今100均で結構売ってるんですけどもね、さすがにこういうドレスはなかったからね、簡単に自分で作りました。簡単貞子ちゃん人形の出来上がりって感じで、それでは皆さんこの辺でお別れしたいと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ではまたね。僕の名はライダー、仮面ライダーと名乗らせてもらうってね、言うてましたけどもね、倒れましたね。それではではまた会いましょう。バイバーイ。マッサでした。ありがとうございます。